はい、こんにちは、空波です。ですね、今非常に、テンション上げ上げでございます。非常にテンションが高いです。はい、ですね、以前からね、SRV250、ヤマハのね SRV250 を、探していたわけなんですよ。僕住んでるんですけどね、レッドバロンさんがやっぱり通勤、行きもね、帰りも、非常に寄りやすいですし、細かなね、いろいろ連絡とかも取りやすいので、まずね、レッドバロンの、伊勢店、レッドバロンの、さんの方にね、前々からね、探してくださいというふうに、お願いをしておりました。でもね、やっぱり探してた、バイクが SRV の250ということで、非常にね、25年とか6年とかね、そのぐらい、昔のバイクになりますので、やっぱりいい球がね、なかなか、見つけてもらえなかったんですよ。見つけてもらえなくて、これはもう自分でね、探すしかないのかなというふうにもう思って、グーバイクですとかね、で見て実際にね、その車両が、ある、というねところに、三重県内はほとんどなかったんですけど、愛知県とかね、岐阜県とか、そのあたりまではね、ちょこちょこ、見に行ったりもしてたんですけど、やっぱりね、思ったような、車両っていうのは、見つからなかったんですね。でね、本来ね、レッドバロンの皆さんに、探してくださいというふうにね、お願いしてある以上ね、本来であればあまり、そういうことはやりたくなかったんですけども、2ヶ月近く経つものですから、いつもねお世話になってるのは、空波はお世話になってるのは伊勢のねレッドバロン、なんですよ。で、中でもね、店長さん、名前言っちゃダメだね。はい、店長さんにはですね、本当にいつもお世話になっててね、よくしてもらってます。はい、他のね営業の方もね、みんなすごくいい人ばっかりでね、できればね伊勢店さんで、今回も探してもらおうかなと初め思ったんですけど、やっぱりね伊勢店さんですとやっぱり家からねやっぱり相当離れてるので、やっぱり例えば車両見に行くとかね、入れてもらって見に行くとか、契約に行くとか、納車で取りに行くとかっていうのもね、なかなか大変なので、できればね、今回はと思ったんですけども、でもやっぱりなかなか見つけてもらえなかったので、ちょっと人間としてどうかなと思ったんですけどね、伊勢店のね、店長さんに、SRV250 で、いいのが、あったらまた、教えてくださいというふうにね、何か連絡した時にね、ついでに、その件を言ったんだったと思うんですけど、その日のうちにですね、実は、またいいのあったら教えてくださいよっていうふうに、お声掛けをさせていただいたですね、当日にですよ、当日に、電話をいただきましてね、店長さんから、空波さん、いいのありますよって、言われたんですよ。だって、そんな信じられないじゃないですか。だってね、2ヶ月近くもね、他のお店で、探してもらってた、同じ系列ですからね、同じ系列のお店で、探してもらってたバイクでなかなかね見つからないます。でもそれでもね、何台ぐらいかな、4台とか5台とか、もうちょっとかな、紹介はしてもらったんですよ。でもどれもねやっぱりちょっと、空波が思うような車両ではなかったので、ちょっとねパスさせていただいてたんですよね。あまりそうパスばっかりしてたらね、真面目にっていうか親身になって探してくれる気もなくなっちゃうかもしれないんですけど、たったですね、その本当に、ちょっとの時間ですよ。で、いいのありますよっていう風に言われて、本当ですか、
そんなねえ本当ですかって言って、ちょっとその写真だけではね、まあ、確認できないので、まあ向こうのね、その実際にその車両がある店の方ともね連絡を取っていただいて、まあ非常にいい状態ですよと、アルミとかもね、でまあ距離も、それほど走ってまだね、まあ25年の車両にしてはということですよ、まあ、1万キロは超えてるんですけどね、そんなに5万も6万も走ってる車両じゃないですよということでね、まあとりあえずね、もうそんな千載一遇のチャンスだったわけですよ、にとっては探し求めたりしていた車両ですから、それがね、そんな状態のいいものがあるって言われたので、もうそれはねもう無条件でねすぐ、まあ信頼させていただいているので、レッドバロンの伊勢店さんの、まあ、店長さんのところに信頼させていただいているので、もう引いてくださいと、もう見る前にね、写真も見る前にもう引いてくださいと、なくなってしまったらね、また元の、元も子もないですからね、もうとりあえずもう引いてくださいと、で見に行きますからと、で店長さんもね、そんな実際にその写真とかも見なくて引っ張っちゃっていいんですかって聞かれたんですけど、もういいですと、もう店長さんが状態がいいっていう風に言ってくださってるんであればね、もう引いてくださいと、ということでね、引っ張って、もらったんですよ。でね、その車両をね、見てきました。見てきました。はい。で、まあ、それでこのテンションがこれだけ上がったわけですよ。本当にね、ちょっとびっくりするぐらい綺麗ですよ。で、それがなんかこう嘘っぽい綺麗さではなくて、こう丁寧にね、こう手入れされて、まあ保ってる綺麗さ、まあ適度にですから、その古さは感じるんですよ。まあ26年前の車体なので、はい。で、まあスポークとかはね、ちょっとサビも入っちゃってるし、でまあ白サビとかもね、一回出た部分は綺麗に取っているのかなっていう思われるところもあるんですが、まあそれにしてもですね、ちょっとありえないぐらい本当に状態がいいのを探してくれて、しかもですね、空波が、思ってたのは、まあ、SRV にね乗るんだったら、まあ昔友が乗ってた、初期型かなの青か、それかもう一人、乗ってた、S の赤か、赤とベージュか、どっちかがいいなっていうふうに思ってたんですけど、見事にですね、その S の丸ベージュってやつですか、赤白、これをね、これの非常に状態のいいのをね、たった1日で、というか当日ですよ、見つけてくれました。で、実際にその車両をですね、拝見しまして、もう即決です即決です。はい、もう買いますと、言ってきました。はい、まあ火の打ちどころがなかったですね。文句のつけようがない車両でした。まあいつもね、レッドバロンの伊勢店さんでバイクを買うときはね、探してもらった車両に関してもね、非常にいつも僕が思った通りのほぼ、車両を持ってきてくれるので、まあ、本当にね、感謝してます。ありがとうございます。本当に嬉しい。良かったです。本当に良かった。で、本当にね、レッドバロン伊勢店さん、ありがとうございます。それと、店長さん、本当にありがとうございます。本当に、嬉しい気持ちで、いっぱいです。感謝の気持ちで、いっぱいです。で、それでね、なんていうのかな、例えばだけど、その今までね、問い合わせをさせていただいて、まあ、見に行かせていただいたりしてね、結局、契約に、至らなかった、SRV を持ってる、持ってるディーラーさんね、
結局、まあ、買うことはできなかった、まあ、ご縁はなかったんですけど、本当にですねその時もいろいろな話をね、聞いてくださったり、正直にね車両の状態を、話して、くださったり、していただきましてですね本当に、この SRV250 っていうバイクをね最終的に、空波が思った通りのものを入手できたということに関するプロセスとしてですね本当にそのディーラーさんの方々にもですね、感謝をしたいと思います。本当に、ありがとうございました。それからね結局、まあ、思った車両を見つけていただけなかった、まあ、レッドバロンの、お店の方もね、まあ例えばですけどこうなんていうのかな、まあ、親身になって探してくれなかったとか、まあ、一生懸命探してくれなかったとかそういうことはね一切思ってません。はい、おそらくですよ、縁なんだと思います。これはもう仕方がない、運命、なんだと思います。ちょこちょこ探していただいた時にはなかったんでしょう。まあそれがたまたま、空波が、レッドバロンのね、伊勢店さんの、店長さんに電話した時にはあったんでしょう。多分ねそれだけの話だと思うんです。でもそれが縁なんですよ。それが縁っていうことだと思うんです。まあですから今回もですね、レッドバロンさんの方では購入には至らなかったんですけれども対応していただいたですねスタッフさん、並びに探していただいた、スタッフさん、にはですね本当に、感謝をしたいというふうに思います。ありがとうございました。他のね、店舗での購入にはなってしまいましたけれども、結局、まあ、レッドバロンさんで買わさせていただいたので、まあ、なんとかねそこはお許しいただけたらなというふうに思います。はい、ということでですね、空波がですね、この SRV の250、このバイク、昔友達が、乗っていたバイク、これが、気になり始めてですね、乗ってみたいなという気持ちになって、実際にね、車両を探し始めて、あまりにもねちょっと古い、バイクなのでなかなかいいバイクがなくてね、諦めかけていた時にですね、こうして、本当に状態のいいバイクに巡り合えたということはね、やはり、これも一つの、縁運命、なんだと思いますし、昔ねそのバイクに乗っていた、友と友が、引き合わせてくれたのかなというふうにも、思いますので、まあ、またね、この SRV250、このバイクに関しては、大事にできればね大事に大事に、乗っていきたいなというふうに思います。